ライドナウしましたスサです。今回は後ろに見えているこの車新型ステップワゴン登場したばかりのホンダのねことしのまあ目玉の1台こちらを紹介していきたいと思いますすで、えー、にね1月に、えー、外観は発表されましたがスペックほとんど出てなかったんですよね、えーまあ、ノアボクシーというね強烈なライバルが出てくるのに、まあ、ぶつけてきた形でまずは出しますよこういうの出ますよというのをまあアピールしてきたそして、まあ、いよいよねここに来てねその概要がえー 細かい部分まで、ね、明らかになったということで、ますまずは外観ですね、えー、全長4800、えー、ノアボクシーが、ね、5ナンバーサイズの幅は増えましたが、えー、長さは、ね、変えてこなかったのに対して、全長4800まで伸ばしてきました、まあ、これは、ね、ステップワゴンが、えー、まあ今までの、ね、オデッセイもなくなりましたので、その領域までカバーするということを考えれば、まあそうなるかなというところですよね。 そして全幅は 1750mm あります、えーと。ノアボクシーがやはり1730かな、えー、ですから、ちょっと大きいぞということになりますね。スタイリングは見ての通りのかなり、ねまあ、プレーンなというか、初代の、ねえー、いいイメージ、やっぱりこう道具感というんですかね、ファミリーに寄せすぎない感じというのを、まあ、ちょっと戻してきたという感じありますよね。あのののルーフの後端の ヘリのね、作り方というんですか、こういうところなんかは結構初代をイメージさせるなぁと思ってます。やっぱ良かったんでね、初代ね、無理に否定しないで、えー、こうやって新しい形にね、えー、で、新しい解釈でね、えー、それをまあ再現するというか、今の形のステップワゴンを作っていく。これいいんじゃないかなと思いますね。えー、スパードというモデルもあります。えー、そしてさらにスパードにはプレミアムラインというのがあって、まあ、グリルの色がちょっと違うとか、 えと、タイヤホイールが、まあ、1インチ大きいものが付いてる。さらに内装はね、プライムスムースという、えー、まあ、いわゆる合皮なんですけど、非常に手触りのいいものを使ってたりと。まあ、そういう差別化もしていますね。まあ、一番違うのはこのグリルですよね。えー、こちらの方がややおとなしい。ただね、さすがというか、やはりというか、ホンダはスパーダでもそんなに派手な大きいグリルにはしてこなかったですね。まあ、ここはね、 まあ、意見の分かれるところだと思います。やるならやっちゃえばいいのに、これが今の主流なんだからという言い方もできるし、まあやっぱホンダはホンダなんだなという見方できるのかなと思いますね。はい、室内見てみましょう。ドアハンドルもなかなか特徴的ですよね。はい、室内です。雰囲気いいですよね。えー、この上面の部分にね、まあ布が貼られていたり、これグレードによってはね、えー、また違うもの。スパーダだともっと革っぽいのだし、 で、あとプレミアムラインだと、あの、プライムスムースがね、シートと同じように貼られてます。これなかなかね、はい、雰囲気出してます。この辺もね、ソフト素材、えー、使ってて、非常に雰囲気はいいです。で、デジタルメーター標準。で、モニターでかい。で、その下のね、網網になってるのは、ちょっとシビックと同じ感じですよね。まあ、全体に言えるのは、水平基調で、かつ、ウィンドウのね、奥の方まで、えー、しっかりフラットな面にしている。で、三角窓を、 こう邪魔しないというんですかね。そういう形になってますよね。ちょっと乗り込んでみますね。向こうで撮影してますけど。はい。視界的にはこんな風に、ここがね、まっすぐなんで、すごく見えやすい。で、ここを折ってる。ね。ここを折りました。で、こっちも細くしてますっていうことで、非常にね、視界がクリア。で、フードがちょっとだけ見えるのわかりますよね。これほとんど目線なんですけど、まあ、こうしてね、取り回しのしやすさ。今、ホンダ全車がね、やっている、まあ、それをね、 ステップワゴンでも、ま、取り入れてきたという感じです。いいですね。ちなみにこれシフトレバーがあるのは、これガソリンターボ車です。えー、っと、ハイブリッドだと、これがボタンになりますね。はい、タッチしたら開く。スライドドア開けて、はい、2列目です。2列目。2列目以降がね、まあ、この車は、本当は肝ですよね。1番は、まず、はい、この状態すごく足元広いですが、これだと3列目ほとんど使えない状態なんで、はい、もう、ワンタッチで。 ここまでスライドします。で、3列目から見せちゃいましょうか。はい。こんな感じですね。3列目なんですけど、シートの厚み、今までね、床下収納なんで、どうしても、ね、厚み足りなかったのを、今回、クッションを思いっきり増やしてきたというふうに自慢しています。ここまでね、ちゃんとソフトトリム使ってきましたね。ちょっと座っちゃいましょう。はい。伝わりますかね。えー、っと、まあ、前のシートはね、出してるんで、ちょっと、まあ、参考までにという感じですけど、あの、 決して狭苦しい空間にはなってない。なんといっても頭上に余裕がね、ありますよね。まあこのあたりが、さすが、えー、全長伸ばしてきた効果はあるのかなという感じですね。はい、もう一回折ります。で、このシートはさらに、このように、今ね、わかりました。外側に出すことができます。外側に出してスライドさせると、 この後ろまでね行かないんですけど、その代わりこの左右席間向こう側のシートももちろんね外に出せますんで、えー、カップルディスタンスえっ、ー、と左右席間のね幅を取ることができるという形ですね。まあこれねノアボクシーがこれやめたわけですよね。あのストレートだけのスライドに変えてきた。それに対してホンダがね逆に採用してきたということでまあなかなか <laughs> あのどっちがいいんだって話ですが、トヨタの言い分としては。えー 横スライドは分かりにくいと直感的じゃないということで、まあ、あのストレートスライドだけにしたとホンダはやっぱりこう2列目使うときにゆ、えー、とりが欲しいよねということで今回あえて、まあ、アレンジの幅を増やしてきた、まあ、どっちがいいのかというのがね、まあ、面白いところですねサイドステップこの車ついてないですがオプションで用意されているということですただし21万7000円という形になります はい、そしてラゲッジスペース見てみましょう、この車はエアなので、はい、手動になります。ステップワゴンのまあ特徴ですよね、ずっと受け継がれているのが、この折りたたみ式で、床下に収納されるサードシートですね、他社はほとんどが跳ね上げ、一旦床下にしたセレナも跳ね上げに戻したんですが、ステップワゴンはこちら。えーっと 使わないときにね、やっぱり完全に姿がなくなるというのがメリットです。えー、っとじゃあ、ちょっとやってみましょう。こうして、はい、えー、もう本当に片手ですごく軽い操作で、起こすことができますね。ちょっと私の見た目だと,ちょっと分かりにくいので、やってもらおう、はい。ちょっと入れてもらいます。 はいというわけで全部倒してこれが荷室、えー、広く一番広く取った状態ですやはり床が低いのが際立ってます基本的にプラットフォームというんでしょうかね、えー、車体の基本骨格は先代、えー、から使っているものなので、えー、つまりあのホンダ得意の低床プラットフォームというやつですよねなのでこの3列目を入れているところ入ってるとは思えないぐらいの低さが 実現できていますそしてフルフラットなので、えー、例えば僕なんかだと自転車入れたいなとかすぐに思ってしまうんですがそういう時にもこれならば何台でも入るとあのタイヤを、ね、外すことなく余裕で入るというのが嬉しいところかなというふうに思います。天井の、ね、高さががすすごく余裕がありますからね はい、今エアーの2列目にいます、えー、すごい駆け足でしたけども、こうやってユーティリティ見てきました。えー、っと、まあ、思ったのは、まずね、ステップーゴンのらしさを基本的にはキープしている、特にやっぱりこう床が低くてというのと、えー、3列目を、ねえー、と床下収納を完全にできる、まあ、ここをねちゃんとキープしてきた、まあ当たり前なんですけど、えー、そこはね、まあ、ぶれないで、今までのユーザーの人はちゃんと安心して使える。いわゆる ワワクワクゲート、なくなりましたけど、その代わりねあの開口部、すごく大きいバックドアありますし、使い勝手という、ね、観点で言うとね、まあ、全く悪くないというか、まあさすがの部分、あの本当にプレーンな道具に徹して、ステップアゴンらしさみたいなところを、えー、抽出してきた、まあ改めてねそんな感じがしますよね、あの基本に帰ったみたいなところがあります。あのの車椅子使用ももも見ましたけどここれもねこのバック ドアの、まあ、開口の大きさ、まあ、さらにあっちの車はねさらに大きいんですけどと、えー、この床の低さ3列目を私有のできるところこれ全部があるからこそあの3列目のところにも置けるさらに2列目のところまでも余裕でねあの入るものを作れるというねえー、ことであのいわゆる福祉車両っていうとね昔はちょっと特別というかそういう感じありましたけど今やねどんどんニ、えーズも広まってますし、まあ、そういう意味でもこのステップワゴンはなんかいい。 えー、ベース車というかそういうふうになってるなというのをね、まあ、改めて思いました、まあ、一方でやっぱり皆さん気になるのはノアボクシーとの比較となると思いますえっ、ー、と途中で言いましたけどまずシートアレンジがこれノアボクシーがやめた、えー、この横スライドですね今もできるかな、えー、はいこうねこういうふうになるんですけどこの横スライド採用してきたまあこれね使い勝手的にはいいけどもえっ、ー、とー 使うののががくくささいいとか覚えるのがめんどくさいみたいな声はあるのかもしれないというのも事実ですこれがねどう評価されるのかちょっと僕も楽しみですそして今ね座っていて思うのはシートがめちゃめちゃいい、えっと、2列目3列目は、まあ、1列目もね実はあの、えー、最近ホンダが使っている、ね、骨盤をちゃんと立てるシートを使ってるんですけどクッションがさらに2列目3列目は柔らかいものになってるということで、ね、1列目はね運転しなきゃいけないんでね、えー、ちゃんと体を支えるんですけど2列目以降はもうちょっとしなやかしっとりな えー、感触になってる特にエアのこのねざっくりした、えー、感触は僕は悪くないなと思いますねただ一方で、えー、装備に関して言うとまずねノアボクシー感心したあのサイドステップまあ途中で言いましたけど、えー、この車だとオプションでしかも電動の21万7000円だったかなというのを選ぶしかないとかあとリアゲート、えー、電動はやはりこれスパーダにしかありませんの、えー、このエアにはなくてですねしかもえっ、ー、と 手動のののゲーートト場合はその途中ででストッパーがないんですよねノアボクシーはね、えー、からくりでストッパーつけましたよね。まあそういうところの、えー、気遣いというか細かい部分の心遣いみたいなところはノアボクシーにねまあ、一日の長があるじゃなくてな今回のノアボクシーは本当にせめてやってきた本当に隙のない、えー、そういう商品作りしてきたんで、まあ、すっぴんのね空間の良さで勝負するステップワゴンなのかそれとも、えー、そういうねいろんな心遣い気配り ねえー、そういうもので勝負するノアボクシーなのかというところで好みとか分かれるのかなという気はします。まあ、さらに言えば例えば最小回転半径はこっちの方が5 4メートルでノアボクシー5.5だと思いますんでちょっと小さいけども幅は大きいですよね長さもあるだから取り回しどうなのかなとかそういうのは、ね、ちょっとリアルワールドで行ってみないとわからないことですよねあとは走りかね走りはまた別にお伝えしますけども、えー、その辺りも含めて。 えー、まだまだね実際にはここで見ただけではわからないところもいっぱいあるんでね、まあ、これはやっぱりリアルワールドに、ね、出てきたところでもう一回きっちりと、えー、取材をしたいなと思いますがとりあえずね空間としては、えー、空間使い勝手、えー、デザインとしてはステップワゴンこういう形になってます。話ちちょっとと前後しちゃいますけどもデザイン的ににはねこれ実際に見ると ささらに際立つななという感じはありましたプレーンン今のホンダのホダ良さみたいなところですね。えー、用品の車もね、えー、見ましたけども、えー、エアに、えー、ちょっとね道具感を出す、まあ、ラバー製のね樹脂製のこうカバーというかまあシトレンベルラングを意識したというふうにちょろっとおっしゃってましたけど、えー、そういうのをつけたやつがありましたよね。だこれなんかを見るとね昔のちょっとステップワゴンにね帰ったような道具感。 ね、ファミリー感があんま強すぎない道具感みたいなところがちょっとコンセプトにはねファミリーファミリーってまた言ってるんですけどねファミリーの形もいろいろだし1人でもファミリーだし <laughs>、えー、そういうことを考えるとこの車ねなんかこういい意味で本当に先祖帰りだけどちゃんとスパイラルアップで新しい上のところに来てっていうのをねまあ、ようやくね素直にそうやって進化してればよかったんだよと言いたくなるんですけど、えー、そういう車になったのかなという気がします。はい、あとは走りがどうかそして 一般道でのね使い勝手どうかというところまあおいおいねやっぱりこう注目車種なんで、えー、ライドなどでも取り上げていきたいなと思います。